ブラストウェーブから見ていきますね。ちょっとチャッカチャッカして出遅れ、結構な出遅れで、この辺で清さがないので挟まれますね。今回はもう挟まれた時点で終了です。お疲れ様でございました。この辺でインに入っていきますね。今回はまあインでちょっと我慢することを覚えられただけ、それだけでも収穫だったのではないでしょうか。もうどうにもならない位置に入ってきますよね。かなり苦しい。器用さがないんでもう絶対無理ですね。この辺でまあ押しのけてこう強引に出ようとしますけど、外の方が足が全然いいですね。今回、次回どうなるかですね。ダイヤモンドハンズです。スタートはそれほど悪くないですが、福永騎手が言っている通り、中途半端に出していってバグに入れるのも嫌なので、リズム重視でいったらこの位置になりましたと。まあ、ここまで下げる必要があったのかとも思いますけど、この時点できついですね。こっから大外まくっていって、すごくいい足見せますけれどね、結局は勝ち馬のルーラと同じ素足になってしまうので、物理的には絶対届かない位置になってしまいますよね。それでもまあ後方から足を試すという意味だけでは、今回こういうレースは良かったんじゃないでしょうか。飛びが大きくて将来性という中では、この中で一番、大きく感じましたね。今後の成長次第では大きいところも狙えてくると思いますし、長いところでね、活躍できてくる馬なんじゃないでしょうかね。勝ちましたデューラと2着のデュアイズに関しては、外枠から上手に運べて、スムーズにレースができた。もちろんそれだけではないと思うんですが、そういった意味が今回大きかったかなと思いますし、もう一度改めてですね。シャンドゥレールは出遅れた上に、まだまだ全然子供っぽくて、全然力は出してないですね。外枠かつスムーズに運べた牝馬による決着でしたね。